い出てるんで、いいのあったら買おうと思います。いいのなかったから、また今度。最近聴いて一番いいなと思ったやつで、7曲目の25時っていう曲がめちゃくちゃいい。2個目ラウスカ、ジブリの中では魔女の宅急便が一番好きなんだけど、ラウスカも大好き。ボーイパブロのワイチとウィコ、これアップルミュージックで見つけて聴いて、めっちゃいいやつがいっぱい入ってたから見つけた時に買っちゃいました。ディスキューニオンは以上で、次に行ったのが下北沢のジェットセットで、レコードも見てたんだけど、あんまりいいのがなくて、レコードじゃなくてカセットになるんだけど、
金子綾乃さんのヨスカの弾き語りバージョンで一人でにこうめっちゃ欲しかったから良かった。で最後渋谷のタワレコ行って1個目がベニーズヒンズ、これも YouTube で見つけたアーティストの一人でめっちゃかっこよかったんでこれも買いました。ミュージックっていうアルバム、こんな感じめっちゃいい。ラストに買ったのが一番のお目当て Easy Life Life is a Beach、 これがね最強、曲の流れもいいし全部最強のやつ、ジャケもいい、かっこいい。で裏はこんな感じ、手書きっぽい感じで、他にいいやつもいっぱいあったんだけどちょっとそれ以上買いすぎるとやばい、